では、ここからは地元の企業の、お二人の方から、発表をお願いしたいと思います。まずは、小松さんから、日立の名産富士浜しらすを世界へについて発表をお願いいたします。小松水産株式会社の小松と申します。どうぞよろしくお願いします。この題名通りですね、日立の名産久慈浜しらすを世界へというお題で、今日は少しだけお話しさせていただきます。あまり話が得意じゃないものですから、半分ぐらいは我々ちょっとしたビデオを作ってまいりましたので、見ていただきたいと思います。まず我々水産業にとってですね、避けては通れなかった大きな事件がですね、出来事がやっぱり震災です。そしてそれに、まつわる原子力の事故、これはですね、我々地元の前浜で、業務なしている者にとってはかなりの痛手でした。ここからキリストの大学からまっすぐ海へ向かっていただくと綺麗な海岸がありますが、そこが久慈浜港になります。で、そこで、僕らは、被災をしました。その時のですね、僕の友人が、それから今に至るまでっていうのをちょっとしたビデオにまとめたものがありますんで、これをちょっと最初に見ていただきたいと思います。2011年3月11日、東日本大震災。太平洋沿岸部を襲う大津波、数多くの命を奪い、大地に傷跡を残した自然の猛威。人々は多くのものを失った。戦う気力を失った者たちはその手から舵を手放していった。それでも負けてなるものかと絶望の淵で必死に戦おうとする者たちもいた。小松の部活、小松水産株式会社代表取締役、茨城県日立で水産加工業を営む経営者。今回はどちら行ってきたんですか？新たな工場を作りますので、それの最終確認をしておりました。販売網の確保、生産拠点の視察、新商品の開発、海外への進出。小松の部活は震災以前にも増して精力的に動き続けた。なぜそこまで突き動かされるのか、その心中を語った。震災あった時ってどこにいたんですか？会社にいましたよ。すさまじい感じだったけどね、もうなんかこの地終わっちゃうんじゃないかっていうことで、次から次へ何が起こるかわからないような、この恐怖とね、絶望感っていうのがすごく怖かったね。ただなんだろうね、怒っててもしょうがないんですよ。悲しんでてもしょうがないし、実際に津波とか地震だけだったら、一過性のもので、多分頑張れたと思うんですよ。ただそれをね、すごく押し寄るような原子力の事故とか、で水高レベルの、ね、水が流れてたとか、そういうののニュースがどんどん来るたびに、僕らの前浜の産業というのはもう最低でも10年は無理だろうというのは、その瞬間覚悟した感じでしたね。うちはね、他の茨城の水産加工屋さんとちょっと違って、やっぱり一人人を失ってるわけですよ、社員も。奥さんから電話があって、ね、亡くなって次の日発見されたっていうのを聞いたわけですよ、その津波でね。その瞬間に僕は経営者として本当失格だなというのをすごく思ったわけです。ただそれと同時にね、その奥さんからも言われたけれども、
頑張り続けなきゃならないんです。生きてるって生かされて工場も直せばねできる状態で、そしたらそれをもうダメだで諦めてはならないよね。社員もいるし、社員の家族、自分の家族もあるし、ここで私が折れたら終わりだよね。みんなで向かっていかないと、このピンチはね、乗り越えられないなっていうのは、僕一人がどんなに頑張ってもできないって決まってるんじゃないかとすごく感じましたね。そんなこう支えてくれようとする社員たちに対して小町たちはどんな思いをおっしゃるか。いやもう本当に感謝してますよ。気づいてきてくれるっていうのは本当にありがたいよね。こういう経験でもなければ、ね、こういう感じはなかったんじゃないかな。信頼がね、気づかせてくれたものはすごく多いです。ものすごいものがある。いや、なきゃなくてよかったけど、本当いろんなことをね、気づかせてくれたと思います。本当に今のメンバーでよかったなっていう。人にも欠けてはならない本当コアなメンバーだなっていうのはすごく感じましたね。立ち向かえない理由は十分にあった。諦めるのは簡単かもしれない。それでも小松の部活は前を向いて挑戦し続ける。富士浜に何度も押し寄せては返す波のように、何度でも何度でも何度でも、それはきっと共に戦ってくれる社員への愛、そしてそれはきっと家族、そして富士浜への愛。もしかすると戦い続ける理由はそれだけで十分なのかもしれない。小松水産の新たな挑戦はまだ始まったばかりである。ありがとうございます。今のような感じにですね、まあ、友人がプロの友人なので上手に非常にまとめていただいたんですけど、まあ、いろんなことがありました。で、我々この日立のですね、久慈浜しらす、これをブランディングしようと言ってですね、このちょうど震災の前にですね、今日お越しいただいている日立市の蛭田課長のお力もあってですね、久慈浜しらす事業協同組合という組合を立ち上げました。地域ブランド、こういったものをどんどん世の中に出していこうと。で、久慈浜しらす、久慈浜のこのいいものをですね、どん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 発信していくという目的で立ち上げました。まあ、その直後、本当にこの震災に、出くわしました。すみません。先ほどにもビデオの中にもありましたけども、震災で多くのものを、失いました。しかしながら、それだけではなく気づかされてくれたものも結構いろんなものがありました。例えば人の大切さ、そして自分一人では生きていけない、そしてまたこの久慈浜日立との地域との関わり、助け合い、もう本当にこれなくしては復興ができないんじゃないかっていうのは感じました。例えば僕らの施設ですね、大きな水のタンクがあって、もう地域の方々皆さんがですね、お困りの時にそれを使っていただいたり、そういう部分でも非常にですね、地域があって我々があるということを強く感じた瞬間でした。なぜこの久慈浜っていうところに僕らはやらなきゃならないかっていうところが本当この3つの部分だと思います。
久慈浜のこの良さ、皆さんもね久慈浜海水浴場一度はお越しいただいたかと思うんですけれども、非常に綺麗なところです。海水浴 の, あの水質もですね、県でも一番いいランクをいつも出しております。また久慈浜港 の, この漁師さん、こちらですね非常に仕立ての技術がレベルが高いんですね。でこれは あまり量が取れる浜ではないですけれども、非常に漁師さんの技術というのは高い浜です。また我々、74年間、この仕事をやってますけれども、我々の培ってきた技術、こういったものも発揮できるんじゃないかと、我々はもうここから逃げるわけにはいかないと、そのように決心させていただきました。本社以外にあと3件のシラス加工メーカーがございます。小松水産、渡助商店さん、田所半五郎商店さん、丸大水産さんと、当社以外にでも加工屋さんがございます。で先ほど説明した久慈浜の良さ、品質の良さと漁師さんの仕立ての技術、そして個性豊かな加工屋さんの技術、これがあって久慈浜シラスが成り立っております。先週ぐらいまでですかね、先ほど瀬島先生の話でもありました、日立市の、駅のですね交流センターの方でもこの、3社のシラスを並べてですねお客様に、味見をしていただいたり、購入していただくようなイベントなんかも開催されました。とは言ってもですね、皆様先ほどその原子力とかいろんな問題をこちら抱えている地区ではございます。なので我々は皆さん方に今は安心安全を提供するということでこのようなことをやっております。まずは品質の検査、一般正規数とか、ね、食べられるものだということをちゃんとこれを確認させてもらっています。またそれとこれからやっていただければなること、我々日々毎日水揚げされるもの、生産されるものをやってるんですけども、放射能検査、こういったものをしっかりやらせてもらってます。私が主に今の消費の構造でですね、3つのパターンがあると思ってるんですね。まず全然そんなの気にしないよと、安全だよねと言って購入をいただける方、そしてもう一つは全くもう持って、そういったものはもう買わない、一切もう危ないものはいらないんだという決められているお客様で、真ん中にですね、ちょっと心配だけどっていうようなお客様、こういう方々に僕らは今安心安全を提供して、商売をさせていただいてます。またですね、我々のこの久慈浜シラスというものは、この日立市久慈浜から、日本はもとよりこの世界へも発信させてもらってます。先ほどビデオからにもありましたように、タイから帰ってきたと、我々はタイに、販売会社とタイでの製造会社がございます。また皆さん方ドバイ、ね、ご存知かと、テレビなんかでねすごい高層ビルがあったり、もアラブの石油王がいっぱいのもう高所得のような、そういったところにも実は我々の久慈浜シラス、こういった干物、そういったものがですね、店頭に並んでいたり、またそういった飲食店で味わうことができます。ちっちゃな田舎の日立のこの小さな町ですけれども、なんかすごいと思いませんか。全然規模はねどうこうにしても、こういうところがブランディングっていうのかと思ってます。またタイはですね、どうでしょう、世界で僕の知る限り多分、台湾とか韓国とか日本食屋さん多いんですけれども、ロスで1300店ぐらい、ニューヨークで800店900店ぐらいあると思います。でバンコクで実は1500店ぐらい日本食屋さんがあります。そこの中で我々の久慈浜シラス、またこの干物なんかっていうのは、どうでしょう、半分は大げさですかね、でもそれに近いぐらいの数字で、皆さん方に提供させていただいて非常に喜んでいただいてます。多分タイバンコクでのシラスのメーカーとしては我々がトップだと思います。それぐらい今久慈浜シラスがですね、バンコクに行けば食せると、そんなようなことがあるかも分かりません。また下に書いてあるようにですね、アメリカ、ロサンゼルス、しかもニューヨーク、まだまだではありますけれども、少しずつこの久慈浜シラス、こういったものをどんどんセールスさせていただきます。
また地域 の、の貢献という部分でですね、我々先ほど申し上げましたの久慈浜しらす事業協同組合、こういったもので実は今年日立市のサポートもあってですね、しらすパークというものをオープンさせてもらいました。これは日立市登米町カインズホーム日立店の蓮向かいにあるんですけれども、こちら下はですね、ちっちゃなショップとですね、あと中で作っているものが、今日作っているものが見れるような、そしてまたしらすの作り方とかですね、干物の作り方なんか見れるような施設になってます。まあ、ぜひ近く通った際にはお立ち寄りいただきたいなと思うんですが、このような地域へのいろんな普及活動、そしてまた今日はこちらでこういった機会をいただいているキリスト教大学の先生方とですね、と生徒さん方と、ただしらすを作るじゃなくて、まあ、しらすをですね、この日立のお土産にしたいと、そういうのにはなかなか冷凍でね、東京までは持って帰るけどそれ以降は持っていけないとか、そういうのの日常常温で流通できる商品とか、お菓子とかクッキーとかですね、おまんじゅうとか、そういったのの開発を今させていただいてます。おそらくこれ終わった時にですね、表に今日ちょうどキリスト の生徒さんたちとしらすまんじゅうの試作をさせてもらっててですね、それが少しずつもしかしたら試食できるように準備をすると言ってましたんで、皆さんの分あるかどうかわからないんですけど、ゆっくり急いでぜひ試食をしてみてください。はい、最後になりましたけれども、これを読ませていただきます。我々は茨城県日立の水産資源の素材の良さを全国そして世界へと発信する唯一無二の伝達者でなければならない。久慈浜の水産資源、特に久慈浜しらすの良さを真剣に世界に伝える義務がある。震災後皆が意気消沈している中、最後の一人になろうともこの久慈浜より世界へ真の美味しさを伝えることをお約束させていただきます。間違いなく久慈浜しらすというものが10年後にですね、いろんな世界で見れるような、そういった商品に、育て上げたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。